田が命ネタしてんの。野田くん死にたいって。まあそういう時もあるよ。野田が死ぬって言ってる。ちゃんと動きがあってから報告して。そう、放送中にさ、ね、首になんか巻いたりとかしてさ、どっかに繋いだら俺も行くよさすがに。普通に放送してるのが大丈夫でしょ。助けてあげてとか言って、お前が助けに行けよ。いやさすがに危ないじゃんそれは。ロープ巻きつけたりとかしたらさすがにそれは心配になるから行くけど。メイスウィンのせいで野田が壊れたんだぞ。どうなんだろうね。だからもともと抱えてたものじゃない。うちから野田さんの家は近いよ。キックボードで5分ぐらい。お前怒られたからひよってんだろう。ひよんな。いやでもそのなんかトイレ掃除行った時に帰れみたいな、帰ってよみたいな感じで言われたのは、確かに野田くんの気持ちちょっと何も考えれてなかったなって俺も思ったし、反省した。なんかひよったとかじゃなくて、別に仲悪くなりたくないし、今後も関わっていきたいと思ってるからこそちょっと考え足りなかったなと思って。見られたくないところ見られたんだろうな。なんかね、理由があるわけじゃないと思う。違う、なんか配慮が足りなかったのが、サブアカ中にサブアカで放送しながら映画見てたの。でも野田くんからしたら純プライベートの時間なわけ。サブアカついてようが、それが仕事じゃなくて、それは純プライベートなのよ。そこの時間をめっちゃ邪魔してしまったのよ。だから俺がトイレ掃除することによって生放送ついてるから野田くんの方で、なんで掃除ナーボだけやってんのとかさ、そういうコメントとかもいっぱい来るわけじゃん。俺が勝手に来てんのに。だから野田総理からしたら、なんで俺が責められないといけないのっていう話なわけ、ね、俺が取った行動一つで勝手にしたことなのに野田総理が責められるみたいのはさすがに良くないじゃん。だからそこに対しては配慮が足りなかったと俺は思うよ。メンタル心配したのに怒るのも違くない？でもさ、そのメンタル心配してるから怒るの違くないっつって俺が言っちゃったら元も子もないんだよ。だってそう、だから自分で制御できないから困ってるわけじゃん。でそれでなんか俺が怒られた時に、何怒ってんのっつって、俺が良かれと思ってやってんのにその態度何とか言ったらもう元も子もないのよ。だって普通になんか見えない精神的なことで苦しくて今こう下がってるわけじゃん。俺野田批判が多かったよ。いやだからだからそれが間違ってんの。そう、俺が責められないといけないのよ。普通に考えたらいやナーボが勝手にやってんだから野田が帰れっつったら帰れよっていうのが普通なのよ。そうなのに、なんでナーボが一生懸命お前んちのトイレ掃除してお前手伝わないんだよの方がおかしいの。それに気づいてなかったりとかするリスナーの方がやばいと思う。だから俺がお前帰れよって責められるべき立場なんだよ。人んち勝手に入って人んちの掃除してんだもん。俺が人んち勝手に入って良かれと思って掃除しちゃってんの。ナーボーにありがとうっていいなとかね、そんなの知ったこっちゃねえよって話じゃん。だから俺なんかそこでもすごい違和感を感じた。なんか普通に掃除しながら、なんで俺叩かれないんだろうって思って、なんで俺叩かれないんだろう、不思議だなって。なんでここで叩かれないでこの時俺が叩かれてんだろうみたいな。なんか叩かれんのおかしいって思ってる時に叩かれてて、ここ叩かれるだろうなっていう時に叩かれないからすごい不思議。いやでも野田総理にごめんねって言ったの。その後に掃除終わってから LINE でちょっと勝手にしちゃったことだし本当にごめんねみたいな言ったら、いや大丈夫でありがとうみたいな感じで返事は来たのね。でもあれはもう誰かの力借りなきゃ無理だわ。いやでもなんだろうね、そのなんか生放送がどうのこうのじゃなくて、もともと持ってるものじゃん。こうある日突然とかじゃなくて、もともとなってるものだから根本の原因がどこにあるかわかんないよね。そう、昔からあったわけでしょ。つい最近そうなっちゃったとかだったら原因が生放送なのかプライベートとか、ね、視聴者が見えないところなのかとかわかりやすいけど、範囲が狭まるから。昔から持ってるものだからしょうがなくないっていう。学生時代のいじめが原因なんだっけ。シンプルにさ、なんかじゃあ今現状いじめられてないんだからいいじゃんとか思っちゃうけど、そうじゃないんだよね。でも最近特にひどくない？長い。ひどいっていうか長いよね。特に何か特別炎上したわけでもないのに急にこうアップダウンというかダウンが長いよね。まだこうなってんのみたいな。病院変えた方がいいと思う。旅行でも連れてけよ。俺さ、なんか結構さ、旅行を勧められたの。俺もなんかその自律神経いったわみたいな感じで言ってる時に旅行みたいな言ってたけども、なんかどっちかというとなんか精神ある程度安定してから行きたいのね。なんかもう完全に落ちきってる時に誰かに誘われてる旅行とか行きたくないの。なんか本当になんか言うてしまったら風邪ってみんな引いたことあるでしょ。なんか風邪引いてて一番辛い時にどっか連れ回されるの嫌でしょ。なんか本当にそれと同じ感じなのね。だから野田総理のこと考えるんであれば、もうちょい安定して元気な状態になってからどっか行こうよ
って言った方が本人は多分嬉しいと俺は思うの、個人的に。もうちょい元気になんないと、なんか誘ったりとかも良くないよねって俺は思ってるっていう。結構なんか旅行とか行った方がいいよとか、連れてってもらった方がいいよ、誰かと行った方がいいよとか言うけど、そんなことないよって俺は思っちゃ そう。外に出た方がいいよとか、だから外に出る元気とかないから困ってるわけじゃん。それを誰かに連れ出してほしいとかでもないし、まあ病んでるうちに入らないけど、まあ俺の場合はそうなのかもしれないけども、でもお前が決めることじゃないの。野田はこうだとか、ナーボーはこうだとか、ナーボーは病んでるうちに入らない、それ失礼なことなんだよ。俺が病んでるとか苦しいって思ったら、それが一番正しい感情なのね。他人には分かんないの、傷のつき方とか心のその病の重さとかってね。お前らから見たら軽いかもしんないけども、めっちゃ深刻だって思ってるかもしんないし、それは君が決めることではないの。だから野田さんにしかりね、それは同じだと。野田さんがどれぐらい辛いのかっていうのは分かったふりするのは簡単だけども、しっかり理解することは不可能だね、他人だと。なもんどのぐらい辛いのかもちろん分かんない、もちろん分かんないから。でも元気になったところって見たら分かるじゃん、今辛そうじゃん。普通に俺は見てて辛そうだなって思うけども、ある程度元気になってきたりとか回復した瞬間とかは顔の表情とかで分かるよ。そうなった時とかが一緒にご飯行こうぜとか、ちょっと旅行とかしないみたいな感じに声かけてもいいタイミングだと思うっていう。ただそれだけ俺が思う。俺がなんか同じような状態になったらそうしてほしいっていう。って思ってたのに、一番落ちてる時に野田くん来たよ、トイレの掃除するねってやった俺はめっちゃなんか罪深いなって思ったし、自分がされたら嫌だなって思ったから謝ったのごめんせ、ちょっと考えてなかったわつって。俺はちょっとチケット売るためにしょうがないし、美味しいみたいな感じでも思っちゃったしね。いろいろ考えて野田くんの気持ちを一番考えられてなかった。なのにその瞬間に俺のことなんてほとんど叩いてる人いなくて、野田総理のこと叩いてる人の方が圧倒的に多かったっていう。だから結構なんかツイキャスの視聴者のコメントする人たち、なんか弱体化してるやついじめんの好きなんだろうなって俺はちょっと個人的に思っちゃったっていう。そう、やっぱり俺も弱ってる時とかの方がコメント荒いもん、コメント荒い。そう、弱ってるやつなんか殴り殺したりとかするの好きなタイプが多いのかなっていう。ネット全体がそうだよね。まあそれはちょっと感じるね。いや、汚いトイレ何千人ミスなのって言うけど、それは自分でも見せてるものなのよ、わりかし汚いトイレはね。だから見られたくないところ見せたんじゃないのみたいのは、なんかそこの配慮とかは考えてる。俺は大丈夫なラインだと思ってる。俺は自分からは絶対見せないが、まさか自分から絶対見せない。そうなの。俺はなんか野田総理の放送で見たと思うけどな、見せてないんだったらそれも完全にやらかしてる。便器の中までは見せない。あ、じゃあそこも良くなかっただろうね。ゲームで見たお前のいじめっ子キス出ちゃったよ、出ちゃったのかな、でもサンポールの効き目をみんなに伝えられてよかったよ。チケットより何よりサンポールすげえってなったからよかったよ。企業さんも鼻が高いですよね。サンポールから CM の依頼は来てない。